ヒ素中毒とは、ヒ素の生体毒性によって生じる病態であり、症状は多岐にわたるが、重篤な場合は重要な代謝酵素が阻害され、多臓器不全を生じることなどにより、死に至る。主に阻害されるのは、リポ酸を補え酵素として用いる酵素で、ピルビン酸脱水素酵素や、アルファーケトグルタル酸脱水素酵素などである。このため、ピルビン酸や乳酸など脱水素反応の機質が、 蓄積する。特に脳への影響が大きく、神経学的症状が現れる場合もある。ヒ素中毒の急性期の症状は以下のようなものがあるがこれらが全てではない。また必ずしも全ての症状を伴うわけではない。森永ヒ素ミルク中毒事件が有名であるが、最近の事件としては和歌山毒物カレー事件がある。後者の急性期の症状の報告を後に述べる。 なお、急性期を過ぎて、数年から数十年経過すると満世期の症状が発症する。それは、急性期とは全く別であり、別項に記載する。ヒ素中毒の疑いがあるときは、直ちに病院を受診することが大切である。ヒ素中毒の検査法の一つは、毛の検査である。ヒ素が血中に入ると、毛に取り込まれ、何年もそこに止まる。急性期は、 毛と爪の検査が意義があるが、何十年も経過した慢性ヒ素中毒では通常検出できない。ヒ素の汚染源の検査も重要である。治療薬もいくつか開発されている。ジメルカプロールやジメルカプトコ白酸は、キレート剤でヒ素を血中のタンパク質から隔離する作用があり、急性中毒に用いられる。 副作用の筆頭は高血圧である。ジメルカプロールの方がダイマスサよりも副作用が大きい。フードケミカルとクセコリジー氏でカルカッタのインド生物科学研究所のケアチョードリラはラットに毎日ヒ素を含む水を飲ませた実験を報告している。ヒ素濃度はバングラデシュや西ベンガル地方の地下水と同様とした。同時にニンニク抽出物を与えたラットでは 対象区と比較して、血液と肝臓のヒ素が40%減少しており、尿への排泄が45%増加していた。ここから、ニンニクに含まれる、硫用化合物が、組織や血液からのヒ素排出を促したと、考察している。論文では、飲用水が、素の汚染されている地域では、予防的な意味でニンニクをリンペンで1日1から3枚、食べると良いとしている。 純粋なヒ素の LD50 は、経口摂取の場合 763mgkg、復腔内投与の場合は 13mgkg である。体重 70kg の人の場合、経口摂取の場合で約 53g に相当する。ただし、ヒ素化合物の場合、さらに大きくなることがある。報告されているヒ素中毒のほとんどは、 純粋なヒ素ではなくヒ素酸化物が原因である。特に純粋なヒ素とは桁違いに毒性の強い酸、酸化にヒ素や非下水素による中毒が多い。なお、一般に、無機ヒ素化合物より、有機ヒ素化合物の方が毒性が低い。さらに、酸化のヒ素化合物より5化のヒ素化合物の方が、毒性が低い傾向にある。ヒ素は、毒としての用途以外にも、 医学用途で何世紀も使われていた。特にヒ素化合物の製剤であるサルバル酸は、ペニシリンの開発前に、梅毒治療薬として広く用いられた。また、各種の競争剤にも含まれていた。化粧品としても利用され、ビクトリア朝時代には、素と石灰とヒ素の混合物を塗って、皮膚を白くしようとする女性がいた。ヒ素を使って、 皮膚の老化とシワを抑えようとしたわけだが、ヒ素の一部はどうしても血中に吸収されてしまう。色素の中には、ヒ素化合物を含むものもある。有名な例は、エメラルドグリーンシェーレグリーンである。画家や職人の中毒事故のうち、この種の色素への暴露が原因だったものも少なくない。現代では、半導体製造プロセスのハイテク産業において、ヒ素化合物が汎用されている。 これらは非常に毒性が高いものが多く、取り扱い過程で厳重な注意が払われている。慢性皮素中毒は高濃度のヒ素を含有する、水の長期間の引用によって生じる。これは地下水の非素栓が原因となることがある。他のいろいろな原因で体内にヒ素が入り、年月が経つと、慢性ヒ素中毒の症状が出現する。現にヒ素の摂取が進行中の場合は、 汚染源に対する対策が必要である。症状が高度になると、癌や死士末端のエソが発生するので早急な治療が必要である。ヒ素侵入後数年十数年して、慢性ヒ素中毒が発生する。症状として、皮膚の色素沈着、天井、または微慢性、白斑、盛り上がった効果、望遠病、皮膚癌、肺癌、腎臓癌、膀胱癌、 エそなどが発生する。皮膚の変化の部位は露出部もあるが特に衣服に覆われている部分に出現する場合も多い。症状が複数見られたり多発することもある。皮膚の変化は長年にわたって皮膚そのものがすでに生体から消失しても診断の根拠になるので重要な所見である。この時期に毛厚めの皮膚の検査を行っても無意味である。初期には 唇や口腔内の色素沈着が見られることがある。発癌以外の長期毒性としては、肝障害、末梢血管障害、カラス足病、貧血などがある。癌などは直ちに発生するわけではないから、その前に皮膚の変化で診断することが重要で、診察には皮膚科医の参加が必須である。封は飲料水のヒ素レベルの上限として 0.01mg。 L を推奨している。この値は、風水質基準ガイドライン公開時の検出限界に基づいて定められた。最近の報告によると、この基準値よりも、はるかに低い濃度であっても、長期間引用すると、ヒ素中毒を起こすという。ヒ素の発言性については、複数の根拠がある。ただし、国によっては、井戸水のヒ素濃度を 50pp で引用化としている。 以前より知られていることだが、第三世界諸国では、ヒ素中毒が様々な問題を起こしている。流飛鉄鉱を含む、地学的に新しい川なり堆積物からヒ素が溶け出し、地下水を汚染していることがある。この問題は、特にバングラデシュで深刻である。バングラデシュの国民の大多数は土地を所有せず、あるいは、洪水の危険が高い低湿地に住んでおり、 衛生状態は極めて悪い。このため、水を媒介として、コレラや赤痢などの流行がたびたび発生している。こうした状況を改善するため、国際機関が活動を行っている。特に飲用水の衛生状態の改善のため、井戸の整備を独立後に進めてきたが、多くの井戸が元来地層中に存在したヒ素に、高濃度に汚染され、新たな問題となっている。 全土の44%、5300万人が発んを含む基礎中毒の危険にさらされていると考えられている。この原因は1970年代以降に作られた掘り抜き土が川なり体積物層から水を得ていることによる。風雨の基準値は 10pp 以下なのに対し、この井戸水の濃度はその1000万倍にも達する場合がある。ドイツ、フランス、イタリアでは、 ブドウ栽培にヒ素を含む殺虫剤によりブドウ酒を大量に飲む人々の間で発生したことは有名である。日本では島根県笹ヶ谷鉱山の郊外や宮崎県のトロク鉱山周辺におけるトロクヒ素郊外などで工業従事者や付近住民への健康被害が郊外として問題となった。飲用水の汚染による場合が多いが地備化的症状もあり、 工場活動時の塩害も考えられている。ヒ素混入による公害としては森永ヒソミルク中毒事件が有名である。最初は急性ヒソ中毒であったが、現在では慢性ヒソ中毒の症状を呈している。ヒソを含む井戸水を使用するところにも単発性に発生した報告は多い。急性の時期が経過し、慢性ヒソ中毒の症状も報告されている。 特殊な場合、毒ガスを製造する場所や、兵器としての毒物を捨てたところに発生することもある。昔は梅毒にサルバル酸などヒ素が使われていたが、医薬品としてのヒ素からは、比較的報告は少ない。ダートマス大学の薬理学、毒物学名誉教授のロジャースミスは人為的ではない。ものの、ニューハンプシャーでも井戸水の悲惨船が起こっていることを確認した。低濃度であっても、 慢性的にヒ素を摂取し続けると、バングラデシュの場合と同様に腫瘍を生じる恐れがある。起源8世紀にアラビアの錬金術師、ジャービルイブンイコールハイヤーンが初めて産酸,酸化ヒ素を合成した。これは白色ムミム臭の粉末で、当時は最強の毒薬とみなされていた。当時の科学水準では、死体から痕跡を発見できなかったからである。 中世からルネサンス期にかけて、ヒ素は殺人手段としてよく用いられた。中でも、ボルジア家などイタリアの支配階級の間で、品用された。トッファナミズは17世紀に北部イタリアで用いられた美白用下粧水であるが、その毒性から暗殺用にも転用された。これによる中毒は、ありふれた病気だったこれらと症状が似ているため、毒殺が露見せずに終わることも多かった。 19世紀には、インヘリタンスパウダーというあだ名も付けられた。遺産相続を早めたり、確実にするため、待ちきれない子孫が親族を殺すのに使うという評判だったからである。吸血鬼伝説のモデルとも言われるバートリエルジェーベトにも、恋人をヒソ中毒にさせた疑いがある。最初の夫に不倫をされたので、今度は恋人が自分から離れられないようにしたかったらしい。 古代の韓国、特に、李氏朝鮮で、基礎異用化合物は賜物薬の主要成分として使われた。これは、毒薬で、高級官僚や王族を主刑に処すために用いられた。処刑されたのが、社会的、政治的に著名な人間であったため、朝鮮王朝実力などに記録がたくさん残っている。また、劇的なところが向いているため、テレビの時代劇で描かれることも、 少なくない。2003年4月27日、メイン州ニュースウェーデンのグスタフ・エイドルフ、ルテラン協会で16人が休憩時間の後体調不良を訴えた。内数とは間もなく死亡した。捜査でコーヒーに大量のヒソ化合物が混ざっていたことが分かった。クリスチン・エレン・ヤングが2005年にエビター・ブルーを出版した時点では誰も抗訴を受けていない。一方、 ディスカバリーチャンネルによれば、ダニエル・ボンデソンなる男が農場で胸を打って自殺を図った時には自分が犯人であるというメモを残していたという。彼は手術中に死亡した。推理小説には、ヒ素中毒がしばしば登場する。しかし悲惨な症状は描写されていないことが多い。科学技術の発展とともに分析技術は発展し、今日では、 人体から容易にヒ素の暴露量を測定できる。また、ヒ素中毒はその痕跡が残りやすい。そのため、現代において毒殺用としてのヒ素化合物は、愚者の毒物と呼ばれる。歴史を紐解くと、事故あるいは、恋のヒ素中毒によって、病気を起こしたり死亡した著名人、動物がたくさんいる。イギリスのジョージ3世は在位中、健康問題に苦しんだ。 判決的に肉体的、精神的な発作が起き、そのため公務を休むことも5回あった。彼の精神異常と他の身体所見は遺伝病であるポルフィリン症の特徴に一致するという説が1969年に現れた。彼の家系には同じ症状を持つ者が何人もいた。その上、2004年に王の遺発を分析したところ、高濃度のヒ素が検出された。ヒ素は、 この種の症状を引き起こす。医学雑誌ランセットの2005年の記事は、ヒ素は王を治療するために投与されたアンチモンに混入していたのではないかとしている。ヒ素とアンチモンは同じ場所に産出することが多い上、当時の生成技術ではアンチモンからヒ素を取り除くのは困難だった。ナポレオン・ボナパルトはセントヘルナ島に遊兵されている間にヒ素中毒になり、 そのせいで死んだという説がある。遺発の分析によれば、通常量の13倍のヒ素が検出された。これについては、ナポレオンの性的による暴殺説が持ち上がったものの、壁紙の顔料として使用されたオルトアヒサンドウに由来するものとの説もある。この疑惑については、壁紙の資料がないため真相は不明である。また、ナポレオンの遺体はパリにある。 現在の墓所に移される前、20年間もヘレナ島に埋められていた。その時にヒ素が土壌から遺体へ移行した可能性もある。当時はヒ素が汎用されていたため、ナポレオンが自然にこれだけの量を摂取したことも考えられる。アメリカの探検家、チャールズ・フランシス・ホールは、3度目の北極旅行中、ポラリス号上で突然死亡した。ソリの探検から帰還し、 船でコーヒーを一杯飲んだ後強い吐き気に襲われた。彼は、発作と記録されているように崩れ落ちた。一週間にわたる吐き気と乱の後、数日は持ち直したように見えた。船の乗組員を避難し、特に長らく不和であったセニー、エミール・ベッセルスに毒を盛られたと訴えた。間もなく同じ症状が再発し、死亡した。遺体は陸上に埋葬された。探検隊の帰国後、 合衆国海軍は調査の結果ホールの死因を脳卒中だと考えた。その後1968年にホールの電気を執筆していたダートマス大学のカウンシーシールーミスがグリーンランドでホールの遺体を掘り出した。永久凍土のため遺体と遺体を包む旗布や缶おけの保存状態は極めて良好だった。骨、爪、毛髪の標本からホールは 死の2週間前に多量のヒ素を摂取し、これが死因であることが分かった。ヒ素中毒の症状は、探検隊の同僚が伝えた症状と合致している。ホールが使っていた民間療法薬にヒ素が含まれていた可能性もあるが、ベッセル水種など同僚に毒殺された疑いが強い。各元校は中国の格闘家である。1910年に中国と中国人を、 アジアの毒と訴える日本人と戦った時、ヒ素を盛られたという噂があった。しかし、彼の死因は中毒ではなく、治病の肝硬変とされる。ヒ素中毒の新しい例としては、1953年から1956年にわたってイタリアでアメリカ大使を務めた EN ・クレアブース・ルーチェがいる。死因そのものはヒ素中毒ではないが、生前は徐々に悪化する。 様々な身体症状、精神症状に苦しめられた。そして、寝室の天井の古い塗装が剥がれかけており、そこに含まれたヒ素が原因だと診断された。大使館の食堂の天井から剥がれた塗料が食事に混入したせいだという説もある。パリスグリーンは印象派の画家に愛用された色素だが、ヒ素を含有する。ポール・セザンヌは重度の糖尿病を発症したが、これは 色素中毒の症状でもある。クロード・モネの失明やフィンセント・ファン・ゴフホの神経症状もこの色素が一因である可能性がある。しかし、その他の日用品による中毒の可能性もある。例えば蒸留酒やアププン鉛を含有する色素、水銀を含む色素であるバーミリオン、テレビン油などの溶媒が考えられる。ファーラップは外して成功を収めた。 オーストラリアの有名な競争場である。1932年の死から75年を経た2007年になって、ファーラップは死の前に大量のヒ素を摂取していたことが法医学者によって明らかにされた。ありがとうございます。